Brandon Steele is my offense. I have really good offense, and I feel like I can make people crack pretty easily. Most cautious opponent would probably be Itabashi Zangief or Tokido. I think they're both really good players, and they're really, like, Tokido's really smart, and then Itabashi plays Geef, and it's really hard because he makes you guess a lot, and no one wants to guess. I like the Japanese community. They're really good players. They, when I play them, they try to help you, you know? So I think I try to support Japan as much as possible. I flew Radio Wave out to Evo this week, so I want to just support the scene as much as possible and maybe try to travel to some of their tournaments, maybe Japan Cup, or like play over there to see how the environment is. そうですね。やっぱりその世界各地のいろんなトーナメント参加して、やっぱりどういうふうにこうトーナメントで勝ち上がっていくかっていうのはやっぱりこう結構常に考えているところなんですけど、やっぱり今自分のキャラクターが結構その戦いやすい位置にいるなっていうのを結構認識していてですね。だからその今強いと言われているキャラクター、勝ち上がりやすいキャラクターに結構強いことが多いんですね。だそれが今回も同じようなパターンに出てたのかなと。でそういうキャラクター、自分の得意なキャラクターに対してしっかり対応することっていうのが課題でやってたんで、それが結構うまくできたんじゃないかなと。そこは結構なんか自分の中ではかなり満足してますね。そうですね、まず初戦パンクなんで、まあやっぱりここに圧倒的に注力しますね。でその後にやっぱちょっとナックルドゥはやっぱりちょっとガイルはやっぱちょっと正直厳しいんじゃないかなというふうに思ってますね。あとは当たりたくない相手といえば、最近時々に結構やられたんで、まあ時々とはやりたくないなと思ってますが、まあもし自分がルーザーズ行っても、なんていうんですかね、違うブロックというか、ちょっと遠い位置にいると思ってる、まあ当たりづらい、時々に関しては当たりづらいかなと思ってますね。そうですね、あれですね、結構エボリューションの大きい舞台で気持ちいい懺悔を見せれたらいいなと思って、応援よろしくお願いします。 My most advanced skill I think is the way I play. It's unorthodox and it's very hard to read, I think, soI think the one opponent I worry about the most is Itabashi Zangief. He's a very strong player. He makes you guess a lot. I like to guess. I really appreciate the Japanese community, like just the players, like the way they play. It's very, very cool to see. And I always try to support, you know, the Japanese players by flying them out to events and stuff. So shout outs to Mizuwa. He's a very good player. He didn't do too well, but I hope he comes back stronger.I'm always looking forward to support the Japanese players. そうですね、自分は結構その勝っているプレイヤーのスタイルを真似するっていうのが結構得意で、今日本で強いプレイヤー、ちょっと抜けて強いと思うプレイヤーが灰谷さんとフードさんとネモさんなんですけど、結構そのフードさんとネモさんは割とそのプレースタイルがちょっと自分の中で似てると思ってるので、その2人のプレーを結構参考にして、この間 CPTA のオンライン大会でちょっとそのスタイル試してみたんですけど、それで優勝して、それ以降かなり成績が良かったので、その2人のプレースタイルを自分の中で調整していって、それが今回のエボのトップ8に残った要因だったと思います。そうですね、多分ルーザーズ落ちちゃうと本当に強い相手ばっかりなので、まあ、できればウィナーズでナックルドゥを倒せれば、そこからは対戦する相手がかなり少なくなるんで、まあ、第一試合がかなり重要かなっていうふうに思ってます。フィリピンのチャンプに大会で2回当たってるんですけど、2回とも負けちゃってるんで、3先だと余計安定して負けちゃう可能性が高いので、
フィリピンのチャンプとは当たりたくないですかね。はい、そうですね、今回初めて、カプコンゲームでトップ8に残ったので、まあ、割とちょっと気負っちゃう部分があるかもしれないんですけど、まあ、そこはどこまで冷静になれるかが鍵だと思っているので、皆さんの応援があれば、より冷静にプレーできると思うので応援よろしくお願いします。長所というか普段の練習がすごく生きたかなっていうのがあって、普段ってひたすら今まですごくいっぱい負けてきたので、そこからの反省をすごくいっぱいした上で、普段からの練習をいろいろ模索した状態で、模索してそのいろいろ練習した成果が今回大会で出せたかなと思ってます。自分の個性を気にしないことです。例えば僕がプレーしているけど他の人にもなれる、僕のプレーやけど他の人のプレーもできるっていうような柔軟性っていうのを目指してはやってます。全員厳しいですけど、でもキャラクター的にはウィナーズでいている人たちプレイヤーみんなきついかなと思ってます。なのでルーザーズで勝ち上がってからが厳しいのかなっていうふうに思ってます。皆さん期待しててください。結果出すんで応援お願いします。いろいろあるんですけど、僕、このインタビューにあたってさっきマンダレイベイの明日のメイン会場に戻ってきて1年ぶりにで見て思ったのは、ここで去年悔しかったのをもう一回あそこでプレーしたいっていう執念があったんだなって思いました。ひとえに執念だと思います。最近、格ゲー論から話すと、格ゲーつくづく計算と操作が全てだなと思ってて、で、計算より自分は操作をまずいかにストレスなくやるかっていうのをここ 1,2 年課題にしてやってて、その操作のレベルが他の人よりは高いかなというのが長所といえば長所です。今回のチュンリー僕強いと思って使ってはいるんですけど、そのきつい組み合わせがダルシムとラシードでどうしてもきついくて、明日初っ端がモケ君のラシードなんで、その優勝までの道のり計算とかじゃなくて目の前のラシード戦どうしようかなっていうのでいっぱいいっぱいです。いいプレーが今年こそできるように頑張りますので、よかったら応援のほどよろしくお願いします。僕だけじゃないと思うんですけど、今回トップ8のキャラクターってみんな割とその1キャラを集中的に貫いてるところがあると思うんですよ。自分のキャラを信じ抜いたっていうのがやっぱそのモチベーションにもなるし、そのトップ8に導いた原動力になっているんじゃないかと思います。最近意識してるのは、このどんなに劣勢でもその試合を捨てない、最後まで頑張ってなんとかしのぎ切ってやけくそにならないっていうのはすごい意識するようにしてます。1回戦目の相手はダルシムなんですけど、そこはかなり自信がある組み合わせなのでなんとかしようと思ってます。その次にカズノコかナックルドゥが落ちてくると思うんですよ。そこは正念場ですよね。そこから先になるともうちょっと考えられます。皆さん、いつも応援していただいてありがとうございます。皆さんの期待に応えるべく、今回はまずはトップ8までいい内容でこれだと思うので、明日頑張っていきます。応援よろしくお願いします。It's the
the factor for me to win top 8 or to get to top 8 was the amount of practice and hours of training that I put in into my fundamental play, my core. So my biggest thing that I worked on was my decision making and my new mindset playing Street Fighter V. My most advantage skill would be my defense. I think I have very, very strong defense compared to, you know, somebody that doesn't, you know, like in general, I have better defense than most people. So I think that's my biggest advantage overall. Tokido, me and Tokido have been 50-50 in tournament. So it would be very nice to play him again tomorrow. Tokido is one of my favorite players in the world. I love Tokido, he's so good. So I respect him a lot, and I look up to him because he's such a good player. And so I'm very excited to play him tomorrow. And obviously I'm very cautious because it's Tokido, you know? Hi, Japan FGC. I love you guys. I would love to go to Japan someday to visit everybody in Japan. I love all the best I know that all the best players in the world are coming from Japan. So for so many years, you know, all the best players in the world in Japan, I've looked up to and I've learned so much from you guys. So thank you for supporting the American scene and Evo by going here that many times. I know Japan travels a lot to USA so many times every year. So I'm very, very grateful. And I would love to return the favor and travel to your homeland as well.